連れて行く。僕がコンビニのバイトをしてた時の話。東京のローカル線の駅前にあるコンビニで、僕は大学生の頃深夜のアルバイトをしていた。その店の店長のユウさんがとても変わった人だった。ユウさんはものすごく人当たりのいい人で、お客さんはもちろん、バイトにもとても優しい人だった。もともと同じコンビニのアルバイト上がりのユウさんは当時24歳で、年の近い僕をとても可愛がってくれて、僕も兄のように慕っていた。ユウさんは本当に誰にでも優しいんだけど、実は元喧嘩狂いのバリバリのヤンキーだった。これは隣町に住んでいた同じバイト仲間の証言で、ユウさんは地元ではかなり有名な人だったらしい。そのせいなのか、ユウさんはどんな人に対しても物おじをすることがなかった。ヤンキーからヤクザ、気違いから外国人まで、どんな人にも同じように丁寧に接し、相手がどう超えた悪さをすると、首根っこを掴んで店の外まで引きずり出すような怖い一面もユウさんにはあった。でもあくまでそれは相手がバイトに手を出すだとか、商品をわざと傷つけるようなどう超えた悪さをした時であって、それ以外の時はとても腰の低い人だった。そんなユウさんと、たまたま深夜のバイトが一人病欠した時にパートナーを組んだことがあった。その日は日曜日で、終電が終わり、1時半の商品の搬入が終わると、雑誌が搬入されてくる午前3時半までは何もやることがなくなった。そんな日はバカ話をして時間を潰すか、さもなければ交代で休憩を取るのが常だった。その日は明日の発注をやるからということでユウさんが表に出て、僕は事務所に引っ込んで返品するために回収した古い漫画の単行本を読んでいた。ところで、どこのコンビニでもそうなのだが、コンビニはお客さんが入ってくると事務所にメロディーが流れるようになっている。僕はさすがにユウさんだけに店を任せるのは悪いと思い、お客さんが来たら代わりにレジぐらいには立とうと思っていた。それで漫画本を読みながらも僕は耳だけは澄ましていた。でもその日、雑誌の搬入までの間、メロディーが事務所に流れることはなかった。そうして数十分の間、僕は漫画を読むことに没頭していた。漫画を何冊か読み終え、さすがに飽きてきた僕は大きく伸びをして、事務所にある監視カメラのモニターをちらりと見合った。すると、モニターにはカウンターで接客をしているユウさんの姿が映っていた。メロディーを聞き漏らしたかと思い、僕は慌てて事務所を後にしようとしたが、モニターに映った映像に違和感を覚えた。僕はモニターの下のスイッチをいじってレジ前の映像だけをモニターに映し出した。そうして拡大されて映し出された映像には、全身血みどろの女性がユウさんをカウンター越しに睨みつけているところが映し出されていた。僕は初め意味がわからず、どういう状況なのか整理しようと頭を働かせていたが、そのうち、二つの理由からそれがありえない映像であることに気がついた。一つ目は、入り口からその女性が立っているところまで、全く血痕がないということ。女性は服が赤く染まるほど血を流していたから、床に一滴も血を垂らしていないというのは明らかにおかしかった。二つ目は、女性の頭がどう見ても欠けているように見えるということ。女性の頭はかじったアンパンのように湾曲して凹み、そこに血の塊のようなものが溜まっているように見えた。僕は何度も否定しようとしたが、どうしても僕にはその女性が生きている人間だとは思えなかった。僕は見慣れた店内のありえない光景に動転し、頭が真っ白になったままモニターを見続けた。そんな女性の前でユウさんは腕を組み、仁王立ちをしてその女性を睨み返していた。数分だろうか、数秒だろうか。頭が真っ白になった僕には時間の感覚が定かではなかったが、突然、その真っ赤な女の人の腕が動き始めた。その腕はまっすぐレジの上の監視カメラを指すと、続いてゆっくりと顔を監視カメラに向けた。その監視カメラの映像を僕は事務所で見ていたわけで、それはまるで僕を指さしているように思えた。
女性の顔は血で張り付いた髪の毛でほとんど見えなかったが、僕はその女性とモニター越しに目が合ったように感じた。とても恐ろしかった。僕は全身から油汗を流して震えながらモニターを見つめ続けた。変な言い方だけど、目を離したらすぐにでも殺されるように僕は感じていた。そのまま数秒目を離せずにいると、女性がまたゆっくりと動き始めた。女性はカウンターに背を向けると、店の奥に滑るように進み始めた。滑るようにと書いたが、実際はすごくゆっくりとした動きで、まるでカタツムリだとかナメクジが張っているような感じで女性は進んでいた。どこに向かっているのだろう。そう思っていたのは本当に一瞬だけで、僕はすぐに気がついた。女性が向かっている先には、事務所の入り口があることに。僕は反響欄になって事務所の扉に走った。僕は走りながら事務所の扉は引き戸で鍵がついていないことを思い出していた。鍵がないせいで、入ってこようと思えば扉はすんなり開いてしまう。だから僕は急いで扉に張り付き、扉を手で押さえて開かないようにするしかなかった。扉を押さえながら顔を上げると、事務所の扉の上部にはめ込まれた半透明のガラスから、徐々に赤い何かが近づいてくるのが見えた。僕は再び反響欄になり、まだ誰も扉を開けようとしてはいないのに、全力で扉を押さえていた。耳には、徐々に近づいてくる何かを引きずるような湿った音が聞こえてきたが、不節制だけが売りの僕のようなダメ大学生に体力があるはずもなく、扉を前にした工房の前に、僕の腕は早々に力が尽きて震え始めてしまった。それでも痺れ始めてきた腕になんとか力を込めて扉を押さえていたが、突然扉はものすごい力によって開けられてしまった。僕はとっさに頭をかばい、体を丸めてその場に座り込んだ。恐怖で全身は震え、涙と油汗が鼻の先から床に垂れるのを僕は感じた。もうダメだ。殺される。僕は頭の中でそんなことを考えていた。でも、いくら待っても何も起こることはなかった。恐る恐る顔を上げると、開け放たれた扉の前には誰もいなかった。僕はよろよろと立ち上がり、あたりを注意深く確認しながら事務所を出た。そこは、お客さんがいないせいで店内放送のラジオの音ばかりが大きく聞こえる、いつもと変わらない深夜の店内だった。そうして唖然と立ち尽くす僕の目に、自動ドアから店内に入ってくる優さんの姿が映った。おい、棚から博多の塩取って。優さんはそう言ってソースやケチャップを並べてある棚を指さした。僕がよろけながら棚に近づいて塩を取り手渡すと、優さんは何事もなかったかのようにそれを受け取った。受け取った優さんはカウンターの外からレジを操作してバーコードを打ち込むと、自分の財布から小銭を取り出して会計を済ませた。すると優さんは袋を叩きつけるようにして手で開け、外に向かって力士のように塩を撒き始めた。お前、ちょっと外に出て。そう言われて外に出た僕に、優さんは叩きつけるように博多の塩を何度もかけた。そうして一袋分塩を撒き終えると、休憩するべ。と言って優さんは事務所の中に入ってしまった。後を追って僕が事務所に入ると、優さんはタバコに火をつけ、深く煙を吐いていた。ああ、びっくりした。優さん曰く、カウンターの中で発注端末を使って発注業務をしていたら、突然あの女性が目の前に立っていることに気がついたそうだ。同時に女性が血だらけなのに気がついた優さんは、はじめ大怪我をしてるのだと思って慌てて声をかけたらしい。でもユウさんは、どう声をかけても反応しないその女性を不審に思いよく見たところで、初めてその女性が生きた人間でないことに気がついたと、笑いながら話していた。物怖じしないユウさんはどうやら幽霊を見ても動じないらしく、気がついた後も、さてどうしたものかと悩んでいたらしい。そうして悩んでいるユウさんに、その女性はボソボソと何やら話しかけてきた。一緒に来てくれる？
僕が聞いたのはそう話すユウさんの野太い声のはずなのに、同時に僕の頭の中では水の中から聞こえるような湿った女性の声が聞こえた。そう言われたユウさんは、仕事中なのですいません、と、間の抜けた返事をしたらしいのだが、そういった瞬間、その女性からものすごい悪意のようなものが溢れ始めたと、眉間にシワを寄せてユウさんは語った。こやなんかとんでもないものに目をつけられたな。そうユウさんは思ったそうだ。でも売られた喧嘩は買ってやる。そんな気持ちで思わず睨みつけてしまった、と。ユウさんは罰が悪そうに頭をかいた。そうこうして睨み合っているうちに、女性が監視カメラを指差しカウンターから離れたので、諦めて帰ってくれるのかと思ったところ、女性が店の出入り口を越えて事務所の入り口に向かったので慌てて後を追ったそうだ。ユウさんが女性に追いついたところで、お前がダメなら、あいつを連れてく。邪魔するな。そう女性は確かにつぶやいたそうだ。事務所でモニターを見ていた僕を連れて行くと。そう言われた瞬間に、俺のバイトに手を出す気かこいつって、頭に血が昇っちゃってさ。俺、思わず髪の毛ひっつかんで店の外に引きずり出しちゃったわけよ。女の人に手を出すなんて、俺最低だ。そう言いながら怒られた少年のように肩を落とすユウさんを見て、僕は思わず吹き出してしまった。そうしているうちに雑誌を運んできた業者のおじさんが事務所に顔を出し、僕とユウさんはなんだかよくわからないまま業務に戻った。そうして雑誌の搬入が終わり、続いて朝刊が届けられるとポツポツと店にお客さんが来始め、そのままいつものように忙しい朝の業務が始まった。結局、あの幽霊が何だったのか、なんで突然店に現れたのかはわからずじまいだった。でもそれ以来僕とユウさんの絆は深まり、ごく稀にではあったが、店長とバイトという関係を超え、時折一緒に遊びに行くようになった。そしてあの時見たのが何だったのかを語るうちに、僕とユウさんは心霊スポットを巡るようになった。もう一度見れば、比べて検証できるだろ。一回だけじゃわからねえよ。データは多い方が正確に検証できるからな。そう言ったのはユウさんだった。その時のユウさんは、発注端末の過去のおにぎりの販売実績とにらめっこをしていたのだが、それが僕にはどうも気にかかってしょうがなかった。え？もしかして追い出された幽霊が、腹いせにおにぎり万引きしていったってこと？